こんにちは、萩です。今回ですね、トレーニングメニューの話なんですけども、タイトルにある通りバロメーター練のおすすめという話をしていきたいなというふうに思います。このバロメーター練、まあ初めて聞くという方もいらっしゃると思うんですが、これめちゃくちゃ重要な練習なんです。まあ、何かっていうと、今現在の自分自身の状態を把握するための練習、これがバロメーター練ですね。もうバロメーター、その通りこう自分自身の状態の指標ですね、バロメーターをこうバンと引いてあげるような練習です。これが分かれば、今自分の状態がいいのか悪いのか、何パーセントまで仕上がっているかが分かるんです。まあ、例えばレースの1ヶ月前にこのバロメーター練を入れることによって、まあ 70% の状態だなって分かれば、残り1ヶ月間で 30% 引き上げる練習、まあコンディショニングメニューをやれば上がっていくわけですよね。で、逆に1ヶ月前にこのバロメーター練をやってめちゃくちゃ調子よくて、状態が 90% まで上がってるのであれば、もう無理に引き上げる必要がないんですよ。まあ怪我のリスクを避けて、まあ状態キープすればいいっていう判断ができるわけです。で、逆にこの指標となるような、バロメーターとなるような練習をやっていないと何が起きるかっていうと、レース当日までどういうふうに過ごしていいかが分かんないんですよ。感覚的に調子がいいなって思うけども、これが本当なのかどうかが分からないんです。本当はめちゃくちゃ調子が良かったのに、変にトレーニングを積んでしまって状態が下がってしまうっていうパターンもあるし、逆に本当は調子良くないのに感覚的にいいかなっていうところでこのままキープして結果上がりきらないってことが起きたりするんです。まあそれを防ぐために、定期的にこのバロメーター練っていう練習を入れることによって、今自分の状態をまあ管理することが分かるし、まあレースに向けて調子を上げるかどうかが分かるという判断材料になるということですね。で、逆に自分自身が今までやってきた練習が意味があったのかどうか、自分にとって相性がいいかどうかでも分かるんですよ。まあ、例えば3ヶ月前ぐらいにバロメーター練をやって、まあ、2ヶ月間ぐらいトレーニングがっつりやって、もう一回バロメーター練をする。そうすると、前回の調子と今回の調子の差が分かるんですよね。で、この期間やった練習が効果があったのかどうかも分かるし、まあ、調子が上がってれば、あ、こうやって練習すると自分自身の状態って上がるんだなってことが分かるので、まあ、要は自分のまあ管理というかパフォーマンスの上げ方もね、うまく分かってくるので、ぜひね、このバロメーター練というものをね、まあこだわってやってほしいなというふうに思います。で、僕自身練習メニューへのこだわりってそんなにないんです。まあフルマラソン前だからって毎回この練習は絶対やりたいよねって決めてる練習って一つもないんですよ。まあその時の目標タイムとかによってこう練習をこう変わっていくんですけども、唯一こだわってここ何年も変わらずやってんのがこのバロメーター練という練習で、練習走る距離も毎回一緒です。まあやるメニューを変えちゃうと意味がないですね。毎回自分の指標とかバロメーター引く練習なので、毎回同じメニューやっていかないと前回とのこう比較ができないので、意味ないんですけども、これは唯一僕こだわってやってきてるんです。で、まあ皆さんもなんとなくバロメーター練っていうのをやってると思うんですよ。まあ比較的やりやすいメニューで、これをやると自分が調子がいいかどうかわかるんだよなみたいな、まあ練習前にこれをやると、あ、上向きだなとか、今までよりも楽にこなしたなっていう感覚でやってる方もいると思うんですけども、これって本当に前回やった、今までやってきたバロメーターと同じ仕様でできてるかどうかっていうのがすごい重要なんですよ。これがポイントだと思います。なので今回は僕が実際にやっている本当におすすめのバロメーター練をね、まあ紹介していきたいと思うんですが、こうバロメーター練をやる上で絶対条件というのがあって、まずはある程度強度の高い練習じゃないと意味がないです。これがまずの絶対条件ですね。比較的こなしやすい練習をやっちゃうと、こうね、簡単にこなしちゃうんです。なので前回と比較して辛かったのか楽だったのかが分かりにくいんですよ。基本楽にこなしちゃうと意味がないんで。なので比較的8割9割ぐらい、自分がうってラスト何キロか苦しいな、グッてなるぐらいの感覚のメニューじゃないと意味がないっていうところですね。まあそれを踏まえて紹介すると、行き地層、もうこれ一択です。もう僕はほんとこれをお勧めしたい。で、距離も決まっていて、6000メートル、6キロから8キロの行き地層、これ一択なので、ぜひ皆さんもこれはね、このまま丸ごとパクってやってほしいなというふうに思います。で、なぜかというと、
皆さんのバロメーター連でインターバルトレーニングをやってる方が結構多いんです。まあ、400メートル10本とか1000メートル5本とかのこれをバロメーター連にしてる方もいると思うんです。まあ、前回よりも同じ設定ペースで楽にできたのか苦しかったかによって自分の体調を管理する方も多いと思うんですけども、この比較的短い距離のインターバルトレーニングってその時のこう疲労のバネ感によって結構変わってしまうんです。比較的結構ねバネが残ってるとこなしちゃうんですよね。まあその前後の練習メニューの内容によって結構変わってきてしまうので、自分の今の状態の指標として測るにはあんまり向いてないなと思ってるんですよね。で逆にロングランはどうなのか、15キロ走とか20キロ走はどうなのかっていうと、これも例えば直近とかその前に朝に食べたご飯とかで結構変わってきてしまうんです。要は糖質ですね、グリコーゲンの溜まり具合とかにもよって結構変わってしまうので、今までやってきた自分の練習の効果があったのかどうかの比較として結構難かったりするんですよね。じゃあどうすればいいかっていうと、ある程度強度が硬くて比較しやすいのが6キロから8キロの一気走です。これはかなり覚悟を持ってやっていかないとこなせないメニューですし、ある程度状態が上がってないとこなせない練習なんですよ。だからこそ前回と今の自分が比較しやすいんです。400とかって結構こなせちゃうんですよ。状態が悪くてもなんとなくこなせちゃうんです。だけど6キロから8キロの一気走って状態が悪かったら本当にこなせないんですよ。一気に差が出る。キロで言うと10秒とか15秒ぐらい落ちちゃうし、逆にそれが分かれば状態が上がってきてないんだなっていうのが分かるわけですね。そういったメニューをねやってきた方がいいと思います。まあロングランとかだと設定ペースそもそも結構遅いのでこれもこなしてしまうんですよね。だからそのある程度強度が高くて頑張って本当にある程度状態が良くないといいタイムが出ないっていう距離感がいいので、僕はこの一気走をねおすすめしたいなというふうに思います。ぜひですねこの一気走6キロから8キロの一気走ですね、まあ8割から9割ぐらいの間隔で毎回走る。そうすることによって前回の8割、今回の8割でタイム差がどうだったのかが分かるわけですね。同じぐらいの8割9割の間隔で走ることが重要です。もちろんフルスロットルで8キロか6キロとか8キロでも OK です。だけど感覚的には同じような感じで走る。それで前回のタイムよりもキロ5秒早いのかキロ5秒遅いのかによって、まあ調子がねこう分かれてくるというところなので、ぜひね試してほしいと思います。僕はねこれ定期的に毎回入れてます。 1ヶ月に1回ぐらいは絶対入れるかな。でレース前は特に入れるようにしてますね。まあこれによって調子がいいのか悪いのか、もう調子が悪かったら調子が上がるようなコンディショニングメニューを入れる。まあ調子が良ければこうベースとなる練習に切り替えるということをね、まあやったりしてるので、ぜひね皆さんもこのベースとなるベアの練習をねバロメーターで入れてほしいなと思います。萩のおすすめは6キロから8キロの一気走、ぜひね試してほしいなと思います。オンライン授業版ランニングの学校、リアルイベントで開催されているランニングの学校のレッスン内容をお届け。毎月4本程度の動画をレッスンのポイントなどをまとめて配信。オンラインでランニングの基礎を学べます。詳しい内容は概要欄から。ランニングの学校。